東気株式会社は、トラクター、田植え機、コンバインなどの農業機械を製造する日本の株式会社である。製品のブランドは、遺跡。東京証券取引所、第一部上場。愛媛県松山芝、木町700番地が東気上の本店所在地となっているが、実質的本社機能は、東京都荒川区西日暮里5丁目3番14号の本社事務所にある。 農業機械の開発には実績がある。1960年代、日本の稲作に適した田植え機、コンバインの開発競争があった際には、その競争のトップランナーであった。1966年に自走自立型コンバインと呼ばれる日本型のコンバイン HD50 を最初に開発し、発売した。1971年に発売されたサナイシリーズは、 非常に人気を博したタウエキである。その後も、1986年には、タウエキのロータリー植え付け機構を採用した、サナエラブリー。1999年には、コンバインのズームオーガを採用した、フロンティアビバや2004年には、路上走行時や、各作業時に変速機のシフトチェンジを不要にした、乗用車感覚のイージーオペレーションが、特徴のトラクター、ジアスエティシリーズ及び、 T-Japan TJ シリーズ業界発の自動植え付け機能を搭載したサナエ PZ シリーズを開発、発売し、画期的で革新的な発明を世に出している。近年では、構成部品の価格的成果のために一部の部品を韓国の TYM 社より調達している。1980年代の経営危機の後、創業会地族が退いた。2004年3月期決算では、 1987年以来17期ぶりに配当を実施した。農業機械の生産工は、クボタ、ヤーマーに次いで日本第3位、旧第1管銀グループの一員である。かつてポルシェと提携したこともあり、1980年代前半にポルシェ956のレーシングチームのスポンサーとなり、遺跡ポルシェ956として参戦の、 レーシングチームが発足すると1987年にメインスポンサーが日本石油に変わるまでの間正式なメインスポンサーとして活動したこともあった。日本の農業機械製造業その他、ありがとうございます。